進むぞ。ならば立ち向かうぞ。攻撃が効いたら呪文で守られとるんじゃ。ミーミル、家出したこと怒ってもいいんだよ。怒って何になる。スカッとするでしょ。いや、わしを信頼し相談できんかってのな。そう簡単な話ではない。ごめん。謝るでない。わしの責任じゃ。また謎めいた結晶じゃな。
アースガルズには言ったけどさ、あそこにマグニとモージがいたなんて。シブが育てたんでしょ。いい母親みたいだね。過保護そうだけどさ。良い母親、あのシブがか。アース神族のように堕落した種族では、屈強な戦士や酒飲みこそ女性の鏡とされるものなんじゃ。シブとトールは年中酔っ払っておった。それこそ敵と戦っていようが、厳しくこう押し付けていようが、お構いなしでな。厳しく。お前さんも確かに過酷な子供時代を過ごしてきたが、お前さんでも想像できんほどの厳しさじゃ。幾度も幾度も鞭打たれながら規律を学ぶ姿を想像してみ。自分がそうされたように、トールもそうやってこう押し付けたんじゃ。男たるものこうあれという深い極まりない家訓じゃよ。その害をなす風習で息子らはああなった。話はそこまで。このまま進めばオーガがいるはずだよ。準備はしっかり。さんら、一体どうやってガルムを退治したんじゃ。何度倒しても復活されて困ってた時に、魂のない獣なら魂を与えればいいんじゃないかって思いついてさ、持ってた魂を使ったんだ。なんじゃと。フェンリルだよ。父上、光を見たでしょ。あの子が死んで僕が魔法を唱えた時にさ、あの時ナイフに魂が映ったんだよ。そのことをある時知って、それでフェンリルをガルムに入れてみたんだ。ほっほー、起点を聞かせたの。それでヘルの獣も中堅に様変わりか。こりゃ大したもんじゃ。あ、ここ平原だ。水が戻ってきて本当よかったな。Yeah!
ミーミル、ガルムのことだけど、なんでヘルに囚われてたの？ああ、ヘルの番犬のことじゃな。かつてのミズガルズは今より広大だったが、そこに腹を空かせたトイルのガルムが現れよったんじゃ。ミズガルズを食べたの？いくつかの山々と、冬と春の間の5つ目の季節を食べただけじゃ。それと、空腹すら忘れるほどの空腹を意味する言葉もな。からかってる？この話はまた後じゃな。血の匂いじゃ。餌場に近いようだな。ならば戦う覚悟をしてから進むんじゃぞ。また結晶じゃな。使い道が分かるまで取っておくといい。うちのドラゴンも少しは数が減ってきたはずじゃ。もう変化が現れてる。動物たちも前より怯えてない。おかげでまた酒が飲める。まあフォールクバンクでだけどね。ようやく共に会って
償えるか。まず何があったか話せ。酒場に行ったらトールがいたんだ。妙な連れと一緒だったよ。見たこともない魔物のようなやつだ。その魔物は永遠に尽きることがない酒を持っていた。そこで何を。まあ泥酔していたというところだな。酒を回してどんちゃん騒ぎで、みんな深酒をしていたが、トールはその中でも特に酔いつぶれていたようだったミミル、どう思う。トールはよく怪しげな連中と強い酒を飲んどった。魔物の連れっちゅうのは初耳じゃがな、大した手がかりではないじゃろう。これだけは確かだよ。谷が壊滅した時トールは酔ってた。情報が足りなすぎる。母親が関与していたかどうかもわからん。ねえミーミル、ガルムは誰が捕まえたの。それならテュールじゃよ。安全な場所まで誘い、自らの腕をかませることで相手の気を引いたんじゃ。じゃが鎖につながれたガルムが仕返しに、門が開いた途端テュールの腕を食いちぎったんじゃ。でもテュールの腕はあったよ。肥えてきたんじゃよ。後にな、あやつは手腕に恵まれた神だ。マグニとモージの子供時代の話の続きをしてよ。トールに痛めつけられてたの。ああ、トールは年中酒を飲んで大暴れ。シブも似たようなもんでな。でもシブもトールももうお酒はやめたよ。大きな声では言えんが驚きじゃな。トールがやめたのは最近らしい。娘さんのためにやめたんだ。そういうことならば納得じゃな。シブは娘を真っ当に育て、過去の過ちの埋め合わせをしようとしたが、苦戦するトールについには豪語にやし、見限ろうとしたんじゃな。僕らから逃げた文字をトールが見限ったように。ああ、その推測通りじゃろうな。憎だり犯の効果があったのなら、二人にとってはいいことじゃ。また謎めいた結晶じゃ。最後のドラウンドの証だ。
お前さん、わしの勘が正しければポールの娘とも知り合ったのではないか。うん、いい子だよ。夢はバルケリアだって。きっとなれるはず。僕らがバルケリアと戦ったことも話したけど、あまり信じてなかったみたい。オーディンのことを話した時はかなり怒ってたな。家族のこととなると誰でも目が曇る。身をもって知るしかない時もあるんじゃよ。貸してみな。鍛えてやる。お、これ使えそう。何が欲しい。どうする。こうでなくっちゃな。こいつはすげえ。見てるだけでブルっちまうぜ。坊主はどうする。どうだ。高ぶってきたか。そんじゃ作るとすっか。
つさえありゃかすり傷で済むぜ。そいつを着てりゃバラバラにはなんねえだろうよ。かあ、これぞ天才の仕事だ。とっておきの作るか。坊主は坊主のはいいのか。決まりそうか。どういうこと？万神族は穴に住んでたの？最初から穴だったわけではない。後から開いたんじゃ。つまり爆発か何かが起きたの？かなり大きなやつ？
謎めいた結晶じゃな。
体何事じゃ。揺れている。大地か他の何か。マナヘイムでも地震か。原因があるはず。的にする己の信者の姿を見れば、つかじも悲しむじゃねえか。殺しか。他にも何か目的があるはずだ。
内容は？信玄はその門の奥にいる。回り道しよう。秋のおじかじゃ。秋のおじかも飽き飽きして待ってますよ。秋秋ね。何？つまらない。わしらではなさそう。また結晶じゃな。使い道が分かるまで。続けろ。五時間か。北に二時間か。東にさまよったんだ。谷が見つかるだろうと思ってな。アース神族に奪われた住処の代わりとなる場所が。何があったの？それがよくわからないんだ。新たな人生を始めたかった。欠けた砂時計を見つける手がかりは何かあるのか？確か三つの滝があった。その近くに住めればと思っていたんだがな。
アース神族に追いやられたか。許す気のないオーディンがトールを送り込んだんじゃよ。それでフィールトールに立ち向かったのか。さてな、じきに真実がわかるはずじゃ。頭に怪我せんよう、ゆっくり進まんか。怪我をさせたことがあるか。どうじゃったかの、いつも乱暴じゃしな。生き物が通ったせいで地下道が崩れたならかなり大きそう。大きな生き物にも必ず弱点はある。うん、急に静まり返ったわい。よけて。備えろでしょ。これで揺れもやめばいいんじゃがの。わしらが谷を去る頃には住み心地も良くなるはずじゃろう。大穴のドラゴンも残すところ半分といったところかの。あれ、鳥の声がするよ。僕たちのこと応援してる。
また謎めいた結晶じゃ。自分で詩を書いたことはない。今のは愚問じゃったな。あれは飛び込んでみるか。反応したのかな。そのようだ。アナヘイムは大地そのものが生きとる。他の世界と比べてもな。結晶がなくなって喜んどるんじゃろ。まだ何か欲しがってる。結晶を投げ入れて。ねえ見て、池からの贈り物だよ。やった、その装備使えそう。かけらもくれた。もっと投げ入れればきっとまたくれるよ。そりゃありがたい。結晶ならちょうど集め終わっとったはずじゃろう。